エルミタージュ美術館での展示と学部地、旧ソ連時代の1983年に発行された切手。聖母子とヒゲのない聖ヨセフと呼ばれる聖家族は、聖キルネサンスのイタリアの巨匠、ラファエロ・サンツヨが1506年から1507年に制作した絵画である、油彩。ラファエロのフィレンツェ時代の作品で、おそらく、 ウルビーンの公爵グイドバルド・ダ・モンテフェルトロのために制作された。滑らかな線、調和の取れた色彩とその組み合わせ、簡潔な構成は、記念碑的で崇高な感覚を生み出し、人物像を形作る、柔らかなキアロスクールは、レオナルド・ダ・ヴィンチの影響を示している。パリのアングレーム公爵、シャルル・ド・ブルボン、ピエール・クロザのコレクションを経た後、 ロシア皇帝エカチェリーナ2世に購入されてロシアに渡った。現在はサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館に所蔵されている。ラファエロは室内で幼児キリストを抱き抱かかえる聖母マリアとその隣で杖をつく聖ヨセフを描いている。ねじれたポーズのキリストを画面の中央に配置しながら聖母と共に三角形の構図を作り出し、画面左に聖ヨセフを配置している。 ラファエロは三人をそれぞれ異なる心理で描き、組み合わせている。年老いた聖ヨセフは垂直についた杖に両手を重ね、悲しみの感情を伴う表情で、キリストを見つめているが、これに対してキリストは、受難を恐れない、高邁な精神の宿った視線で、聖ヨセフを見上げている。天賀な顔立ちの聖母は物思いにふけている。画面右には、アーチ状の開口部があり、円形に、 古藩の風景が描かれている。様式的には1504年から1508年頃に制作された一連の作品に近い。聖母の片手がキリストの伝部を支え、キリストの手が聖母の胸に触れるモチーフはパラティーノ美術館の大公の聖母やワシントンのナショナルギャラリーのカウパーの小聖母から引き継いでおり、聖母の頭部から左手に至る大らかな曲線は、 同時期のコンデ美術館のオルレアンの聖母やスコットランド国立美術館のブリッジウォーターの聖母に左右反転した形で現れている。しかし本作品ではオルレアンの聖母に比べて幾何学的構成が重視され、聖母の姿勢や表情は硬く、加えて背景の片蓋柱の垂直線が画面を分割し、静止的秩序を形成している。また、 キリストと聖ヨセフの描写は同じくスコットランド国立美術館の夏目屋市のある聖家族に似ている。エルミタージュ美術館が実施した科学的調査はラファエロが最初に描いた死体の存在を明らかにした。ラファエロはスポルベロ技法を使用してカルトンの死体を転写しているが、これはカルトンの原寸大の線に沿って小さな穴を開けていき、 そこから顔料を付着させることで転写するという技法である。聖ヨセフは死体と比較するといくつかの変更が加えられていることがわかる。聖ヨセフの要望はより明確で、頬骨はよりかどばり、頭部に髪はほとんどなかった。聖ヨセフの左手の指の形や長さも変更されている。またラファイロは聖ヨセフの顔の影の部分にハッチングを行うことで、 老人の死話を描き出している。貴族についてはしばしば、ラファエロの新筆性が疑われてきた。特にバーナード・ベレンソンは、初期のリストで一部のミラファエロの作品として受け入れていたが、1968年に完全に削除した。一方、エルミタージュ美術館は科学調査で明らかとなった、下絵を、ラファエロの新筆性の証拠としている。 パリのアングレーム公爵が所有していた17世紀以前の来歴は定かではない。白爵家で特に重要視されることなく保管されていた絵画はこの時代に修復を受けたらしいが修復者の技量が制作者のそれに及ばなかったため作品全体を書き直すことになった。そのためラファエロの筆致を画面から確認することはできなくなっていた。 この状態の絵画を極めて低価格で購入したのは、ブロアという人物で、広大の修復を洗い落とした結果、修復の絵の具によって、大気の影響から守られていたために遥かに鮮明な姿で蘇ったという。絵画が美術コレクターとして知られる、ピエール・クロザのコレクションに入ったのはその後のことである。クロザのコレクションは、老いのティエール・ダンシャクル・ヤントアーヌ・クロザが相続したが、 1772年にエカチェリーナ2世は男爵から絵画をクロザコレクションと共に購入した。1827年、A ミトロ品によって指示体がキャンバスに変更されたが、その際に大きなダメージを受けた。ありがとうございます。